やっと、お前を殺してやったぞ。当然の報いだ。何人もの人間を蹂躙するように殺しやがって。いい加減に、このダサい仮面を取ったらどうだ。なんで、お前が、どういうこと？家にいるはずじゃ、お前が犯人？なんで、そんな、嘘だ。俺はお前を撃って、まだ息がある。今から助けるぞ。お前のこと死なせるわけには。なんだよ。じっとしてろって。私が悪いから。なんだよ。お前が本当に犯人だってのか。人を殺しまくったサイコキラーだぞ。お前が？そんな。嫌だ。俺は、どんなお前でもやっぱり死なせたくない。俺が撃ち抜いておいて、な話だけど。警官のくせに何言ってんだって話だけど。お前が殺人鬼でも、俺は、お前を死なせたくない。救急には連絡をした。でも、ここからどうしたら？血が止まらない。それに、このまま病院に運んでもこいつを。目閉じるなよ。すぐに止血するから。ごめん。容赦なく撃ち抜いちまったから。なんでこんなことに。あなたに殺されてよかった。縁起でもねえこと言うなよ。一緒に幸せな家庭を築こうって話をしたのは、あれは全部嘘だったのかよ。お前の創作だったのかよ。殺人鬼がお前の本性だったのか。何もわからない。わからないまま死ぬなんて俺は許さないぞ。ちゃんと償うんだ。ちゃんと。おい、息しろって。まだこれからなんだ。俺とお前は。くそ、救急車はまだなのか。頼む、早く来てくれ。捜査部長。はい。いえ。僕は大丈夫です。休みはいりません。仮に死んだ犯人が恋人だったとしても。手をかけたのが自分だったとしても、です。僕は警官ですから。ただ、今日だけはここにいさせてください。こいつと二人きりでいたいんです。バカみたいでし
こいつが最後キラーだって分かっても、愛してるんです。どんなに悪い奴でも愛しちまったのは自分ですから。せめて、最後は。それより、俺を拘束しなくてよかったんですか？犯人の身内みたいなもんですよ。そうですか。信頼されてるのは嬉しいですけど。俺、そんなすごいやつじゃないっすよ。な、お前もそう思うだろ。ええ、明日には必ず顔出します。はい、では。あんなに苦しそうな顔してたのに、今では随分と安らかな顔してるんだな。死んで楽になれたか。それだったらいいな。俺はまだ頭が事態に追いついてないよ。警察もマスコミもさ、犯人確保の英雄として俺を称えるそうだ。殺人が称えられる世の中なんだぜ。おかしなもんだよな。俺とお前の何が違うんだろうな。世間じゃ事件は解決の方向に進んでる。まるで俺だけが取り残されてるみたいだ。な、なんでお前は殺しなんてしたの？嫌なことあったか？俺がそばにいるだけじゃ人生は退屈だったか？俺はお前がそばにいたらそれでよかった。はぁ、泣かないって決めてるんだ。てめえで殺した犯人の顔を見て泣くなんて、他の被害者に申し訳が立たない。それが警察官だ。でも、今は二人きりだから。こうやって抱きしめるくらいはいいよな。警官じゃなくて、彼氏として。世間がお前を嫌っても、俺は今日だけは、お前を愛していたい。でも、君と過ごして変わったんだ。はよした？人間と過ごして楽しいって初めて思った。でもお前は違った。裏切られた。違くない。それがお前の答えなんだろう。じゃあ、俺たちも答えを出さないと。悲しいけど。そうだね、兄ちゃん。お仕置きの時間だ。ドラマ CD 好評発売中。詳しくは概要欄から。